ちょっと正面から、うわ、すっごい見下ろされてる、怖い。これは鬼は住むわみたいな。ここ住めます。皆さんこんにちは、れなちです。はい、今日もですね、TSK YouTube 課の砂岡くんとドライブに来ています。砂岡くん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたしますよ。いやー、何はともあれ、こうやって2人でデートするのは本当にいいもんですね。とはいえ、今日も仕事ですのでね、よろしくお願いします。仕事仕事って何をおっしゃいますか。とはいえ私ですね、こう見えてもですね、鼻がよく効く人間だったりするわけですよ。わかります？鼻がよく効くんですよ。基本ですね、メナイさんがですね、半径 100m に近づいた瞬間、私に匂いますね。 100m ってやばくないですか。いやもうね、察する自信がございますよ。まあそんなにね、実際離れて暮らしてることはまずないんですよね。いや離れまくってますよ。いや、というのもですね、私あのいつだってレナイさんの半径 20m 以内で生活しておりますから。どういうことですか。もう朝も夜も 20m 以内に住んでもおりますよ。まあ住んでるというか、近づいてると言った方がよろしいですか。怖い。よろしくどうぞ。いや、ちょっと恐怖を感じていますけれども、今日もしっかりと頑張っていきたいと思います。いつだって匂いを嗅いでますよ。ついに今回初めて湯の子通り、この車突入いたしますね。そうですね、今回伯耆町の方に実は向かってまして。はい、伯耆町の方といえば何でしょうか。大山じゃないですか。そうですね、まあ大山もなんですが、ちょっと今流行りに乗ろうと思ってまして、鬼って流行ってるじゃないですか。日本最古のものと言われる鬼伝説というものなんですね。伯耆町の鬼スポットですね、今日は巡っていこうかなと。面白そうじゃないですか。面白そうです。まずは鬼スポット、第一鬼スポットですよ。第一鬼スポット。どうすか、どうすかこれ。うわあ。すごい。来ましたよ。ああ、しかも第一第二がこう立て続けてございますこれ。なんですかこれ。かわいい。かわいいよこれ。鬼だ。これなんとですね。はい。トイレでございます。トイレ。鬼トイレでございます。鬼のトイレ。あれなさん、はい、ここから降りていただいて。すごいですね。どうですかこれ。でっか。これちょっと私と比較するとすごいでかいのが分かると思うんですけど。おお、鬼でございますな。すごいですね。どうですかね、ちなみに。ここキュンポイントです。あ、トイレにキュンポイントゲットです。ここ見てください、実は鬼と大山が一緒に見えるんですよ。お、レナさんいいですね。でそこにまたレナさんが入るとどうですか。なんか情報量が多いですね。いろいろ情報量が。よく見るとですね、はい、あの奥にですね、何やらまた怪しい小鬼が。あれは鬼なんですかね。あれ行ってみましょうよ。ちょっと行ってみましょうか。一本ずつですよ今度は。はい、ちょっと歩いて行ってみましょうか。お、一本ずつ。なるほど、こういう顔をしてたんですね。なるほど。はい、ということでこちらですね、はい、公衆電話なわけですわ。公衆電話、うわ、久々ですね。どこにかけてますか。まあそういういきなり鬼スポットが2つ載ってる。はい、ちなみにこちらの公にはどうですか。公にもキュンポイントです。キュンポイント連発いただきました。ありがとうございます。ということで、レナイさんどうでした、いきなりの。いやインパクトありましたし、可愛かったですね。でしょ。はい、ということで、次の鬼スポットに向かいたいと思います。はい。なんと、鬼伝説のある、この伯耆町の鬼スポットの、はい、最たるもんでございますよ、これが。すっごい見下ろしてますね。ですよね。なんだ、あれは。ちょっとあの近くまで寄れるのでしょうか。はい。行ってみましょうよ、これ。そう。はい、はりなしさん、はい、来ましたよ。後ろどうですかこれ。でっか。すごい鬼がいます。近寄ってみましょうよと。行ってみます。うわ、顔とかまでもちゃんと再現されてます。ちょっと正面から、うわ、すっごい見下ろされてる。怖いよ。これやばいですね。すごい。どうすか。いや、これキュンポイントです。お、キュンポイントゲット。いや、これめっちゃ見てますね。ちなみに後ろ見てみますと、めちゃくちゃいい景色でございますよ。すごい、お、一望できます。すごい、この川も、川は何川だろう。これ日野川ですね。日野川。めちゃくちゃ綺麗ですね。綺麗ですね。
この眺めがキュンポイントです。もう完全に忘れてますよね。じゃあ次の2スポット行ってみましょうか。はい、わかりました、行きましょう。それでは次はすぐ近くですが、鬼の守る橋と書きまして、はい、木守橋というところにちょっとお伝えしますよ。先ほども上から、まあ、こちらに来るときにはなんか鬼の子がいたところで、あ、なるほど、はい、はい、あの先ほどでかかった鬼の場所からすぐ近くにですね、はい、木守橋っていうのちょっと行ってみましょう。行ってみましょう。なんか向こうにもこっちにもいますね。いっぱいいます。まだそっち、だ、鬼だ、リアルすぎる鬼発見。ちょっとめっちゃ花棒持ってますやん、怖っ。ちなみになんか向こうの方にもちょっといるんでね、橋渡ってみましょうか。じゃあこの木守橋を、木守橋を渡りましょう。渡ります。あ、たくさん、こっちはたくさんいますね。鬼のファミリーですかね。ファミリーですか。めちゃくちゃ指さしてるし。わあ、なんだろう、あの山を指してますけどね。なるほどなるほど。こっちに何かいるんですかね、敵が。ひたしたら敵がいるんですかね。はい、いやこれキュンポイントです。ここもキュンポイントいただきました、ありがとうございます。鬼キュンですね。鬼キュンです。鬼キュンポイントゲット。はい、あざす。はい、では次はですね、はい、鬼伝説に残る神社の方へですね、はい、行ってみたいなと。楽楽府神社と書いてささく、よさげなのよさげですね。鬼を退治した天皇さんをですね祀っているという、そういうところらしいでございます。はい、ナイスさん、はい、アタク神社着きましたよ。着きました。すごい、突如現れました、笹福神社。行ってみますか。行ってみましょうか。はい、一本道、すごい綺麗な一本道ですよ。うわー、これなんでここにあるんだろう。不思議なもんですな。さあ、あちらには先ほどいた鬼の場所も見えますな。鬼もいますね。いやー、ここだけ異空間な感じです。異空間、もうなんかすっごい雰囲気漂ってます。さあ、くぐりますよ。はい、入っていきます。うわー、すごい神聖な空気が。空気変わりました。変わりました。ガラッと、ちょっとひんやりしてますし、森の中に入ってきた感じがします。今度森の中にありますね。はい。ははー。ということで今日はですね、私実はこちらの宮司さんをですね、はい、お呼びさせていただいておりまして。そうなんですか。はい、こんにちは。こんにちは。あ、どうも宮司さんでございますか。え、大丈夫だ。皆さん、お願いしましょう。はい。じゃあちょっとお邪魔します。お邪魔します。今日はありがとうございます。ちょっとここの笹福神社についてちょっと教えていただきたいなと、はい、ここの笹福神社は何が祀られている神社ですか。笹福神社はね、ずっと昔は砂鉄のことを笹と言っておったみたいでして、それで笹福神社はあの神の鉄の神様です。あ、ね、今はさる2000年の昔、7代高齢天皇がここの国に来られました。その天皇が来られた時に、あの泉山に鬼が住んでいるっていうので、ね、あの何とかしてくださいって村の人が言ったの。何とかして退治してあげましょうって今天皇が言われて、それで笹巻団子を作って、そうしてあの持って行ったんです。で鬼が来て、で鬼の口の中に矢が当たりました。なるほどなるほど。で鬼を退治したってことですね。そうですね。ありがとうございます。ちなみに今の話どうですか。いやすごいですね、本当に鬼がいたんでしょうね。これが、あ、これちょっとマジガチすごいすごいですね。もう鬼でございますな。で、グイさん、あの丸い石はあれは何でございましょうか。丸い石は団子に見立てた石ですが、これみたいな団子で鬼をおびき寄せて退治したってことですよね。いやちょっと鬼にまつわる話もですが、いろいろと面白い変なところ出しなんだよ。わかりました。で、この後私たち木積山に行こうと思ってるんですが、木積山はそこですがね、
じゃあちょっとあの木津美山に玲奈さん行きましょうか。行きましょう。えいえいおー。では玲奈さん、笹福神社を後にしまして、次は鬼の住む山に。はい、はいはい、玲奈さん、はい、木津美山にですね行こうと思いますが、はい、ここから 1.3 キロあるそうです1.3 キロか。え、待ってください、今ここですよね。そうですよ。こう登って、はい、え、ここを目指すとこちらにあの交通案内なんかもありますけども、あれ、皆さん今お待たせします。車で行けるもんなら車で行きたいですけど。じゃあ車で行きましょう。車に乗って車に乗って、はい、ここでもここに来るのでもだいぶ迷いましたよ。そうですね、鬼のトラップです、これは。鬼のトラップですね、はい、鬼に負けないように車で行く、はい、歩いてたら負けちゃうんで全然負けてる感が半端ないですけど。確かに。おおすごいすごいすごい、まさかの砂利道ですよこれ。すごい、おお、まさに鬼鬼の道、鬼の道ですね。鬼の道を行ってますよ、はい、すごいめちゃくちゃダートコースになってます。はい、レナイさん、はい、何気に楽しいダートコースの後はちょっと歩きましょうということで。なるほど、行ってみましょう。はい、はい、レッツゴー。まあ、結構急ですよ。険しいです。歩いてたらやばかった。やばかったですよ。うわ、見てください、後ろ。うわ、大山、大山、すごい。これキュンポイントです。はい、キュンポイントゲット。大山綺麗、しかもいい感じに紅葉してる感じが。あ、そうですね。いや、これ結構きつい、きつい。ここだけでもきつい。あ、なんとなくゴールが、あ、本当だ、見えて、わあ、すごい、到着、やりました、すごい。見晴らしすごいですよ。すごいですね。これキュンポイントです。キュンポイントゲット。っていうかすごい、今日は島根半島まで。え、これは鬼は住むわみたいなここ住みます、ね、住み心地抜群じゃないですか皆さん、ほら、あそこ、こっち側に住まったら、いた、いましたよ。あ、始まりの鬼、始まりの鬼が、うわー、いますね。おー、鬼鬼鬼鬼っすね。改めて今日の鬼ポイント巡りいかがでございましたでしょうか。鬼ポイント巡りすごく楽しかったですし、こう目的地がこういっぱいあるとこの道中も楽しいですよね。なるほどなるほど。総合的にどうでしたか。今日も超キュンキュンしました。お、超キュンキュンポイントゲット、ありがとうございます。鬼キュンキュンポイントもたくさんいただきました。あ、しかも今流行ってますしね。そこなんですよ。聖地巡礼じゃないですけど、こういう巡り方もいいのではないでしょうか。ということで、はい、次回もお楽しみに。だんだーん、だんだーん